時刻は六時五十六分ですお聞きの放送は東京有楽町の日本放送有本香里の OK コージーアップえたくさんメールをいただいておりますありがとうございます、えー、有本さんへの質問ということで、はい、なでしこばあばさんからいただきました、はいえー、有本さんのわかりやすい解説と聞きやすいはっきりした声が大好きですありがとうございます有本さんが子供の頃なりたかった職業は何ですか、うん あんまり夢のない子供だったんでしょうね、あんまないんですよね、<え>大して。そうなんですか大してないんですけれども、でも、やっぱりその本を作るとか、そういうことには興味はありましたね、あ何かものづくりにみたいな。あそれとね、はい、さっき,あのき、えー、とメール読んでいただいた中で、ちょっとよ、はい、あのご紹介できなかったんですけど、私は当時、ですね、はい、あのジャイアンツのファンで、はいあの、松本忠選手のファンだったんです。 と言っても皆さん知らないかもしれませんけれども非常に俊足のスイッチヒッターで今にまたつながってきたということですよねあともう一つですね有本さんあだ名何かありますかっていう質問も来ているんですね菅田さんがおじきで長谷川幸宏さんはハッシーというあだ名をおじきは知ってたけどマイクネームつけくだんい マイクネームもお待ちしましょうか。<laughs> はい、ぜひあの有本さんのマイクネームもお寄せください。<laughs> え七、ー、時台この後はニュース解説をしていた,いただきます。よろしくお願いします。はい、お願いします。お知らせを挟んでまもなく七時になるところです。お聞きの放送は有本香織の OK コージアップです。二月十九日火曜日、時刻は朝七時を過ぎました。おはようございます。ジャーナリストの有本香織です。 おはようございますアシスタントの新業一華です日本放送有本香里の OK! コージーアップ今週1週間お休みの飯田コーアナウンサーに代わって今朝のパーソナリティはジャーナリストの有本香里さんです7時台はニュースを掘り下げてまいります最初のニュースはこちらです 天皇陛下に対し謝罪を要求した韓国の国会議長日本をぬすっと武岳しいと批判慰安婦問題の解決には天皇の謝罪が必要とアメリカのメディアに語った韓国のムーン・ヒサン国会議長は発言に反発する日本に対しぬすっと武岳しいなどと批判したと複数の韓国メディアが報じました 一方なんですが、菅官房長官は昨日の記者会見で、このように、お話ししました。先般のムン国会議長の発言は、はなだ不適切であり。また、同期議長は、その後も不適切な発言を、繰り返しており。憤りを禁じ得ない。韓国に対し、適切な対応を強く求めていく立場に変わりはない。はい、ということなんですけれども。はい、あの、このムンヒサン国会議長が、うん、まあ、最初に、その。はい 問題の解決には天皇の謝罪が必要だと語ってさらにまたこういう発言を繰り返してきたということになりますけれどもまず、ですねこれあの今、官房長官の音声入りましたけれども要するに謝罪と撤回を求めていくそれから韓国側の適切な対応を求めていくことに変わりはないっておっしゃってるんですが、えー、これねやっぱり変わりはないっていうのをそろそろ終わりにしないといけないかもしれませんね。はい、あのこの、まあ 向こうの、ね、国会の議長という非常に責任ある立場の人ですよ、ええで、この人が繰り返しこういうことを言うというのは、まずね、その言ってることが暴言であるとか、日本にとって看過できないことだというだけではなくて、そもそもですよ、この慰安婦問題と俗に言われるものは、はい、もうとっくに解決済みなんですよね、何度もね、で特に2015年の,あの慰安婦合意ですね、日韓の合意ですね、はい、これがあったということを、なんかもうみんなちょっと忘れ させらられるぐらいにに今の発言にねこうフォーカスされてるんですけど、はい、話を戻せばもうこれ終わってる話に対してこういうことを言ってくるましてやその天皇陛下というような、ね、ことに言及するなんてもうとんでもない話だと、はい、でこれを言ってもこのような状況であるということはこの人を。 例えば今後日本にお越しいただくのはやっぱり遠慮してもらわないといけないんじゃないかつまりそのペルソナ・ノン・グラータですよね、えー、日本としては好ましからざる人物というふうに認定すべきだというふうに私は思いますね、はい、それからそのこれから新天皇のその即位ですね、えー、まあそういうことありますけれどもご上位のいろんな儀式やなんかありますが果たして韓国から いいろろんんなな人をおききすべきなんだううかというねやっぱり国民感情的にはそういうふうになっていきますよ。ですからあの、まあ、官房長官はこう変わりなくというけれども変わりないことがむしろこれは大人の対応と言えるのかというふうにも思いますしね、はいはい、それからその与党の、えー、二階幹事長がですねもう無視するんだと。うん でこれはですね例えばその個人の付き合いであればおかしな人がいたら無視するってことでいいんです、はい、でも国対国ということになるとこれは日本の国の尊厳をまあ要するに貶められているという行為ですから、うんはい、これにやっぱり黙って無視するというのはむしろ私は外交的にまずいというふうに思いますねですからその同じレベルでやり合う必要はないけれど、はい、やっぱり向こうに分かって ってもらうっていう必要があるわけですから、ええ、それなりの行動を日本側はすべきではないかそろそろというふうには思います、えー こムン・ヒサン国会議長の話もそうですしもいわゆる元徴用工の問題ですとか、うんはい、最近、本当にこう立て続けにこういう日韓関係が冷え込むことが起こっているなという,ふうな印象なんですけれどもそうですね最近ね、そういうことがあるたびによく言われることは、ね、韓国からあの日本にもう何百万人もあの韓国人が来ているよと。はい でこれはこの人たちはみんなその日本が実は好きなんだと、ええ、あの親日なんだということを言うけれどそれは私は間違ってると思いますね、ええ、例えばそれを言うならばこの文一さんという国会議長もですね何度も日本に来てるしうんあの首相官邸にも来てるわけですよね。ええ、で例えば日本に来ました日本食が好きです日本では過ごしやすいねと言ってるからといって。 親日であるかどうかということとは全く別ですね。うん。ですから、やっぱり、あの、こういうね、もう国全体がほとんどその日本を貶めて平気だという状況になっているということに対しては。ちゃんとした対応が必要ですね。はい、えー。続いては七時の日本放送ニュースです。 毎月勤労統計の問題などをめぐる昨日の衆議院予算委員会で中江元や元総理大臣秘書官は調査対象となる事業所の変更をめぐり厚生労働省の幹部に伝えた問題意識について私個人の考えだと述べました野党は行き札が不透明だと追及しましたが政府側は正面から答えず疑問は払拭されないままでした 沖縄県にあるアメリカ軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設をめぐり総務省の第三者機関である国地方係争処理委員会は県による辺野古沿岸部の埋め立て承認撤回の効力を国が一時停止したことに対する審査の申し出を却下すると決めました審査対象に該当しないとし実質的な審議はせずに門前払いにした形です 医師の数が都市部などに偏っている状況を是正するため厚生労働省は東北や関東などの16の県を医師少数県と位置づけ医師の確保策を重点的に実施する方針を固めました今後地域間の格差を明確にした上で適正配置への検討を本格化して2036年度までに医師の配置についての偏りの解消を目指す方針です株と為替です 18日のニューヨーク株式市場はプレジデントデーのためお休みです一方円相場は1ドル110円60銭付近で取引されています以上7時の日本放送ニュースでした時刻は7時7分になるところです今日のスペシャルパーソナリティは有本香里さんです okay, えメールをいただいております川蔵さんからです ムン・ヒサン国会議長のあの発言は一個人の発言と考えていいんでしょうかそれともムン・ジェイン大統領をはじめとする韓国の政治家は皆同じ考えなんでしょうかというふうにいただきましたあの、まあ、一つは、政治家韓国の政治家は以前、ねあのえー、大統領も同じような発言したことありましたよね。はい、ですから、まあ、これを言えば 国民に受けるという考えであることは間違いないですね。ですから、そのいわゆる反日っていうのが。韓国の国民的な、まあ、娯楽にもなってるし、国税みたいになっちゃってるという、まあ、非常にまずい状況ですね。はい。え続いては交通商法です。おはようニュースネットワーク。 東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けしますおはようございますジャーナリストの有本香里ですおはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です今週は飯田浩二アナウンサーがお休みですスペシャルパーソナリティジャーナリストの有本香里さんとお送りしていきますこの時間に取り上げるニュースはこちらです 安倍総理統計不正調査ととアベノミクスののの関連をを否定安安倍倍総総理理大臣の答弁の模様をお聞ききいたただきました安倍総理は昨日の午後の衆議院予算委員会でアベノミクスの成果を強調するために毎月勤労統計の不正が行われたとする野党の主張を否定しました またこうして疑惑という,ふうなことになってくると第二の盛りかけなんじゃないかというふうにこう野党が追及しているような部分もある気ががしますすそうですね、うん、だから第二の盛りかけだというふうに、まあ、視聴者というのか有権者というのは我々も思っているわけですよね。大体、はい、いいパターンがもう決まってましてつまりその官邸から圧力があったんじゃないかそれで役人がっていうような話に持ってきたいんでしょうけれども、ええ、でもこれその統計に不正があったとっいうのは確かに有識ことですけど これ別にあの安倍政権になって急に始まったことでもないですからね。そ、はい、そもそもはね,そで,すねですから、これはもっと構造的なところをですねあの問題をあの明らかにしてそして 問題解決にななげていかなきゃいけないかけけわ、ね、ですからその安倍総理がこうしたんじゃないか官邸の圧力があったんじゃないかってそこじゃなくて、ねはい、私たちとしては統計というのがその国の、ねえー、まあ状況を知るためにどういうふうに統計がその整理されてそして発表されるのかっていうようなことの仕組みを どう改善するかってて話ししし合いをしてしいをほわけですよ国会ではで予算委員会ですからね、まあ、これにまた盛りかけと同じように時間を費やすことによって、はい、肝心な予算の審議がほとんどできてないじゃないかという、えー、もう毎度感があってですね非常になんかこう疲れる話なんですまず根本的になぜその不正が行われたのかっていう部分を解明してなんそれを改善するためにどうするのかっていう部分の議論っていうのは行われてないですよね。 でね私あの申し上げてるんですけれどもねこれは要するに各役所でいろんな統計を取っている、えー、でそこでその統計の専門家のような人を採用してそこにずっといらっしゃるということではなくて、えーうん、統計というのは国全体を見なななきゃいけないけものなんですねですからその統計の専門家と言われるような人たちというのは役所に就、えー、くんじゃなくてですね そういう人たちを専門職採用していろんな役所を動いてもらうという形にしたらどうかというふうにも思います、えー、つまり統計のプロであるということは、はい、ある特定の役所の統計じゃなくたって取れるわけでしょう。うね、仕事はできるわけですよね、はい、ということは一人の人間がそこに入ってある特定の役所にいるっていうんじゃなくていろんな役所に行くと動くとでそれをまとめるところをどっか置いてですねはい でそうすると人材そのものもまあ育っていくしそれからそのいろんな役所の中での統計というものが国全体をいろんな角度から見るようなものにだんだん是正されていくっていうことあるんじゃないかとあの実はです、ね、いろんな統計データって我々も取材で欲しいと思って各役所にアクセスするんですけれどもめちゃくちゃ縦割りなんですよ統計の取り方も。 でですかからこれはこれれはは私非効率じゃないかなといいとううふうに、えー、で特にそのいろんな政策に反映させていく、はい、次の手を打つうん、うん、あるいはそのもっと遠くまで見たですね国家戦略を考えるという時にやっぱりこうなかなか全体をつかめないっていうところがあるんじゃないかなと想像しますねですからそういう話でねもうちょっと話展開させてほしいと思うんですけど <laughs> す有本さんがおっしゃっているようにこの統計が欲しいんだったらこの部署この統計が欲しいんだったらこの部署ってこう、うん、あちこち行かなきゃいけなくなってくるんです。はい そうですですから一つのテーマを知るためにもすごくそのこう細切れになったもの、はい、そして違う様式で出てくるものを我々集めなきゃいけないっていことあるんですよね。えー、はい 関連してメールもいただいております、瀬戸ヌ、えー、ゆうなぎさんですね、えー、国会審議で使われている資料や総理の答弁を読んでいると、そもそも国会議員も記者も毎月勤労統計なんてちゃんと読んでないのではないかという疑問を持ってしまいます、ね、い野党が使っている資料は誰かに作ってもらった資料なので、<laughs> ね、資料の持つ意味がよく分かってなさそうだし、総理の説明は毎月勤労統計のグラフを説明しているだけなのに、うん、全く審議が噛み合いません、はい、日本の国会は大丈夫ですかねと,といってます。 大丈夫じゃないでしょうこれはっきり言って学級会以下になってるよね <laughs> もうだからそのテーマが何だかっていうのが分からなくなってんじゃないかというふうにも思うし、はい、今時企業だったらね係長のミーティングでもあんなレベルの低い質疑ってしないですよねだからそういう意味でねやっぱり本当にその予算委員会の役割というのをやっぱり考え直すべきだしね、はい、それからあのまあ、若手の、えー、与野党両方の議員から意見が出ているように、えー、国会改革が必要だと思いますねはい え続いてのニュースはこちらです中国の新車販売7か月連続で減少。 中国の自動車業界団体が18日に発表した1月の新車販売台数は前年同月比15.8% 15. 減の236万台月間ベースでは7ヶ月連続の減少となりました背景には米中貿易摩擦の激化で冷え込んだ消費者心理があるとみられます えー、米中の協議が来月3月1日にその期限というのが迫ってきているわけですけれども、えー、実際に中国でもこういったまあ影響が現れてきているいう、ね、うそうですね、まあ、この要すね要るにアメリカの対中国関税引き上げの期限、まあ、猶予期限ですねこれが迫ってきていて、はいでまあ、これはちょっともしかしたらまたさらにえ伸ばすんじゃないかとか言われていますけどね、えー、やっぱり中国にとって痛いのは 確かにその今、ニュースで読んでいただいた中にあるように消費者心理そのものが冷え込んでいるというのは非常に痛いで特に、この車の、ね、要するに販売台数が減るということは、はい、あの向こうに進出している外資系の車メーカーにとっても痛いわけですよ。はいすね、ただあのえ、まだこの1月の統計の中身を細かく見たわけではありませんけれどもあのこのところの流れとしては。 日本車とドイツ車はそんなに悪くはないという話なんですね。はい、だからまあ不幸中の幸いみたいなところは日本の車メーカーにとってはあるんでしょうけど、ええ、これねただ中国の構造ということで言いますと、中国にとってはこの車というのはとりわけ重要なんですね。ええ、日本もまあそういう近いところあるんだけれども、どうしてかっていうと自動車産業というのは。 裾のまで含めるとものすごい数の雇用を生み出せる産業なんですよ、はい、つまり部品から何からいろいろあるじゃないですかええですからその自動車産業が冷え込むというのはうんその全体の雇用環境にとってもものすごく悪いんですねはい。でその自動車産業で そのの関連もも含めたたら食べててる人たちってものすごい多い多、ええ、この人たちの今後、例えばです、ね、給与だとかそういうものに影響が出てくるともっと消費が縮むっていう可能性が出てくるわけですね、ええまあ、そういう点で中国は非常に危機感を強めているだろうというふうには思います。はい これはでも、ただ、3月1日までに何かこう決着をつけるっていうのは、中国が折れるともなかなか考えづらいんですか、ね、そうですね、中国側もそう簡単には折れられないでしょうしね、えー、それからトランプさんも、まあ、政治的に見てもですね、やっぱり今その、まあ、民主党が一応、えー、その中間選挙では勝って だというようなことがありますけれど、はい、でもまあトランプさんのその支持というのは、それなりに底堅い四十パーセントぐらいはキープしているわけですよね。そうすると、このやっぱり中国を相手に、まあ大立ち回りを演じているという状況は。彼にとってはいい状況ですから、このままある程度いきたいということと、それからもう一つはね。はい、これは貿易戦争というふうに一応名前はついてるけど、<え>実際は貿易戦争じゃない。関税の問題というだけではなくて。 中国とアメリカののの、はいまあ、あらゆる意味でで争いなんですよねでこの中国がアメリカにとっての脅威であるとつまり、まあ、敵であるという認定この認識はトランプさんだけがしてるわけでも共和党だけがしてるわけでもなくて、はい、これは民主党も含めて。 みんんな共有してるんですよんアメリカにおいては、ええ、ですからそういう意味でですねこれからやっぱり米中のこのつばぜり合いというのはもちろんそのこの前ファーウェイなんかのね一見でも出てきたそのハイテク分野での覇権争い、はい、それから知的財産権の問題それからさらにその人権問題ですねこれかなりトランプ政権は声高にこう非難してますけれども、ええ、あらゆる分野で、まあ、米中のつばぜり合いというのは激しくなる。はい、そういうい点で日本の こう立ち回り方というのもいろいろと厳しくなっていくという状況ですね、はいえー、関連してメールいただいております、晋也さんから、ですかね、えー、まさに日本への影響、どうなるんでしょうかということで、3月1日、アメリカの対中国の関税を引き上げた場合、日本への影響ってどうなるんでしょうか、日本は米中がそこそこ緊張感があった方がいいのでは いいのでしょうか、うん、というふうにいただいてます、ね、あのもちろんですね短期的に見れば、はい、日本の経済にも悪い影響は及びますはいしかしまあそれはそれであってですねやっぱり日本もだんだんとその大企業中心に中国離れというのも進んでいるわけですよね、はい、ですからそういう中でそのまあアメリカと中国の関係というのがそんな簡単に短期間で、えー、まあ 元に戻るっていうことはない,というふうに考えればやはり政治的にはアメリカと中国にある程度緊張感があった方がいいしそれからねそのさっき言ったようにアメリカはもう党派を超えて中国というのは一種の脅威だというふうふに見てるんですけど、はい。 日本にとっってははまさしく脅威ですからね。ええええ、そういうい認識は持った方がいい。ただ、その中で一応安倍政権としては今一旦は中国と融和するっていうような形を演出してますけれども、はい、これにはまたこれで政治的なその他の周辺国との関係を含めた駆け引きがあるというふうに見た方がいいですねで長期的に見ると日本にとって中国はやはり脅威です。はい。 え以上「おはようニュースネットワーク今朝はジャーナリストの有本香織さんとお送りしました日本放送ではこの後も有本さんにお付き合いいただきます今日のスペシャルパーソナリティは有本香織さんです 時刻は七時二十三分です。お聞きの放送は東京有楽町の日本放送イーダク失礼しました。東京有楽町日本放送の有本香織の OK コージーアップです。<laughs> ネクスコ東日本プレゼンツ教えてニュースキーワード。この時間はネクスコ東日本がお送りします。 時刻は7時26分です。日本放送、有本香里の OK コージーアップ。今週一週間お休みの飯田浩二アナウンサーに代わって、スペシャルパーソナリティジャーナリスト有本香里さんとお送りしています。引き続きよろしくお願いします。ますこの時間は教えてニュースキーワードです。今朝取り上げるのはこちらです。国賓 日米両政府はアメリカのトランプ大統領の訪日を5月26日から28日の3日間を軸に調整していますトランプ大統領は今回国賓として来日する予定で5月1日に皇太子さまが新天皇に即位されるためトランプ大統領は新,、ね、新天皇と会見する初の外国首脳となる可能性があります あの前回2017年にトランプ大統領が来日した際は国賓ではなかったんですよね。よねそうですね、はい、この時はあの公式実務訪問客ということのようですけれども結局、今回国賓という形でお越しになるということはですね、ええ、あの日本の外務省が定めているまあ5段階の,その外国の要人招待の、まあ ランクって言ってて言いいんでしょうかねーーがあるんですけれどもそのうちの最上位の待遇をするということなんですよね。はあえー、ーでまあ主にその相手国の、まあ、国家元首国のトップですね、はい、こういう人たちを対象に、まあ、天皇皇后両陛下を中心にした歓迎行事、まあ、あるいは会見、はい、こういうようなものがセットされるそしてまあ宮中晩餐会が開かれるとこういうことですよね。はい であのちょっと誤解があるのはですね、ええ、さっき、あの新庄さんおっしゃったみたいに、はい、あのトランプ大統領が2017年に来た時は国賓じゃなかったと。はい、要するにこの国賓で招かれるというのは別にね例えばアメリカのような日本にとってのそのまあ唯一の同盟国ですよね一番重要な国と言っていいと思うんですけど、ええ、アメリカだから常に大統領を国賓で招いているわけでもないし。 アメリカだから国賓で招くことがれ、はい、あのいろんな国にこうバランスを見ながらですねあの、まあ、国賓としてどういう国の方を招くかっていうことを決めていくわけですけれどもうん、うん、例えば最近ですと去年、はい、えと5月ですねあのベトナムのチャンダイン・コアン国家主席ご夫妻えこの方たちをその国賓としてお招きしたと。はい いうようなことがありますし、まあ、要するにその、まあ、ベトナムとかですね、えー、アメリカっていうのはその王族っていうのがいらっしゃいませんよね、えー、ですからその大統領とか国家主席とかそういう人がトップということになるわけですけれども王室とか王族とかそういうところがある国ですとそういう方々が来られるということもありますよね。はい、なるほど とですね、トランプ大統領に関してであのメールもいただいているんですが、検討、はいえー、さんからいただきました。トランプ大統領が安倍総理が自分にノーベル平和賞を投票したと暴露していましたが、投票したこと、<laughs> また暴露されたこと、 どっちも情けない、トランプ大統領と付き合うには、これぐらいは仕方ないのでしょうかというふうにいただいたんですが。そう、で、まあ、大統領がバラすというふうには、なかなかみんな思わなかったと思うんですけれども、ね。も安倍総理にとってもびっくりな話。びっくりな話ですよね。ただ、はい、このノーベル平和賞をね、まあ、あの、推薦するということは。まあ、正直、今やもう、あんま大したことじゃないんじゃない。 ノーベル平和賞自体がちょっともうあまりねいろいろ疑問の声もあったりするし、ええ、それからこれあのノーベル平和賞に推薦される人ってものすごい数いるんですよ、はあ、世界中で、えー、おそらくですから日本からの,その推薦も、えー、ものすごい数いってるんだと思いますよ。はあ、民間人でもねあの一部こう推薦できる部分がありますから、ええ、ですからあのこれ自体は実はあんまり大したことじゃない。 ただ、えー、まさか大統領がそれを暴露するなんてっていうのはちょっっとびっくりしましまたけれどもね推薦したというのはやっぱりトランプ大統領との,この関係性も考えてのことだったんでしょうか <laughs> まあそううでしょうね、うん、それとやっぱり日本にとってはね、はい、やっぱり日本がなかなかその軍事的に自立できていない国だということもあって、えーえー、例えば北朝鮮の問題にしても何にしても、まあ、情けないといえば確かにそうなんですけれどもね。 あのアメリカ頼みにならざるを得ない、まあ、日本の国情がむしろ情けないって話なんですよね。ですからその例えば北朝鮮の問題なんかはいろんな意味で日本にとって脅威じゃないですか、はい、でこれをやっぱり解決のお著につけあるいはそのもう解決に向かって大きく舵を切るあるいは動かすということになればそれは日本が推薦してノーベル平和賞をアメリカ大統領にと言っても不思議じゃない流れではありますよね。だかから、まあ、それれれ一つつのこう流にに結びつけるるたためにししっていいうことははあるかもしれません、はい えー、教えてニュースキーワードこの時間は国賓を取り上げました、okay. 時刻は7時34分です お聞きの放送は日本放送有本香里の OK コージーアップですメールでご意見もいただいております、はいえー、横浜市西区のあっちゃんさんからいただきました有本さん安倍さんの悪夢のような民主党政権どう思いますか選挙にらんで挑発しているのかと思いますが <laughs> 昨日売り言葉に買い言葉で野党の議員も悪魔のようにを使って反論していました、うん、予算委員会ってこんなことをやるところなんでしょうか違いますよね信用、えー、さんこれどう思います <laughs> この欧州なんかあの小学生の時に「バーカ」って言われて「バカ」って言った方がバカなんだみたいな、うん、そんな感じですかね <laughs> 違いますかうまいですそうですねまさに <laughs> <laughs> かなって持ちましたけど、ねはいはい、えー、続きましてまたメールご紹介します。えー、世田谷区のミヤーンさんです、えー。最近日本に来る中国人観光客の爆買いの金額減ってきたとよく報道で見かけますが、はいはい、やはり中国経済よくないのでしょうか、うん、それとも日本に来るような富裕層な方は関係ないのかなといただいたんですが。うーんとね あのーまあ、中国経済がよくないということは一つあります、はい、それからもう一つはですね、うん、今中国の観光客日本に来てらっしゃる方は必ずしも富裕層というふうには言えません、えー、まあ中流っていうのかなという感じですねそれとね、あのー、今ですね、はい、中国が、えー、えっと日本に来てですね中国人の観光客が日本に来て向こう国へ帰るじゃないですか、はい、向こう入国再入国する時のその税関で えー、検査を厳しくしくたんですよ、はあ、以前はすごいまとめ買いをしてたでしょ、はい、爆買いというのはねいろんな化粧品だとかそういうものを、はい、ところがそれが要するにそれをまとめて買ってきて売るというような行為に発展すると、はあ、国内の業者を圧迫しちゃうということでなるほど、はい、そうだったんです、ね、そういう影響もありますね、はいえー、この後は鈴木杏寿の「いってらっしゃい」をお送りしますお楽しみください 時刻は7時43分です。お聞きの放送は日本放送有本香織の OK コージーアップ。今週1週間お休みの飯田工事アナウンサーに代わって今朝はジャーナリストの有本香織さんとお送りしています。 さあ、続いては、ここだけニュース、スクープアップです。あの、本当に、有本さん、すみません。あの、うちの飯田先輩がいつもふざけてるばっかりに。<laughs> はい、あの、この放送始まる前から、有本さんのが。そうなんですよ。はい、スクープアップはって期待が、あの、膨らみ <laughs> <laughs> つ,つつありまして。はい、大変恐縮なんですけれども。はい。わかりました。よろしくお願いします。はい、頑張ります。はい。では、この時間、最後のニュースを。スクープアップ。 米朝首脳会談に向け北朝鮮の一行がベトナムを視察。来週の27日と28日に予定されている2回目の米朝首脳会談に向けて、キム・ジョンウン朝鮮労働党委員長の側近で執事と呼ばれるキム・チャンソン氏一行はベトナムのハノイで公安当局と打ち合わせを行い、首脳会談の会場や宿泊先の候補地の視察をしました。 ビシッと決めていただきましてありがとうございます。あいやいや、それ言います。<laughs> はい、あの一回目の米朝首脳会談の際は、あの有本さん、うんはい、あの実際にシンガポールに、はい、現地に行って取材されていましたけれども、そうですね。あの飯田さんもそうでしたね。はい、はい。その時も含めて、うん、今回の二回目のこの会談というのはどうなるんでしょうか。うん。まああまりね期待できないという予想もあるし、うん、だけどまあ二度会談してね、それで何の成果も。 あまり見られないっていう状況だとアメリカ国内の世論もちょっとトランプさんどうなのっていうふうに思い始めるんじゃないかという話なんですけどね、はい、ただね、ねこのやっぱりアメリカだけじゃなくて日本も含めた国際社会が、はい、やっぱり北朝鮮の,この核開発に関して言えば少なくともあの分かっただけで。 25年間は騙され続けてきたわけけですよ騙され続けてきた歴史があって、はい、それが一昨年の国連の、えー、国連総会の時から流れは変わってきたわけですね非常に強い制裁をかけて向こうが折れてきてるわけでしょ、はい、ですから簡単にね物事前に進むと思っちゃそれ自体がいけないねって話ではあるんです、えーえー、ただ今回はですね要するにその前回はまあ金正恩委員長の顔見せ工業的な ところが非常に強かったでしょ、はい、ですから我々も含めて世界中からメディアがシンガポールに押しかけて、えー、シンガポール政府もどちらかというとその、まあ、米朝首脳会談のホスト国として、うん、その自分のところの国をアピールするということに一生懸命でしたからね、はい、まあ今回はそういうそのお祭り騒ぎ的なところは多分、なりを潜めて、うんえー、もうちょっと実務的にはなるんじゃないかというふうふには思います。ただですね、はい やっぱりこの今の東アジアというものがトランプさんの目からどういうふうに見えてるかといえば、ええ、さっきの,、ね、その安倍さんとトランプさんの関係はどうなんだって話がありましたけど、はい、だって日本との関係が一番スストレスがないでしょう正直ね、ね、ええ、ですからその米,朝米中だけじゃなくてあの中国との関係だけじゃなくて、ね、日本に対してもいろんなその貿易摩擦的なことが起こるんじゃないかってずっと言われてきてるけど。はい 日本とはそういういいここととには今のところななってないわけですよそれで日米の首脳が会談の回数が多いだけじゃなくって電話会談は去年の夏の段階でもう25回ぐらいを超えてたんですよね。で去年のね9月に私総理に直接インタビューした時にやっぱり非常に異例なのは、まあ、アメリカ大統領って非常に忙しいのにね とても長時間にわたって話題によってはその電話会談をすることができているというふうに言ってるんです。でこれはねこのやっぱり中心になっているのは北朝鮮問題への対応なんですよね。でこの北朝鮮問題の対応に関してはこれもさっき申し上げたように日本はねやっぱりちょっと情けないことにアメリカ頼みにならざるを得ないでその中で第1回の時にはですねこうちゃんと日本の国内メディアが。 伝えてなかったけれども実は会談の最中、えー、キム・ジョンン委員長に対してトランプ大統領は複数回日本にとってはとにかく拉致問題の進展が大事なんだと、はい、日本から何らかの協力や投資や援助やそういうものを得たいというふうに思っているんだろうけれども、うん、それを日本に実施してもらうためには、ね、拉致問題を動かさないとどうにもならないんだよと。 あの安倍晋三にとってはこれは非常に長く取り組んできた問題だからこれ譲れないんだということを複数回言ったとでそれに対して金正恩委員長はそれは分かっているというふうに返事をしたというのが一応事実なんですね。ですからこれが前に進むかどうかというのが日本にとって最大の注目ポイントで。 それ以外の、ええまあ、金委員長が例えば陸路で行くかどうかはっきり言ってどうでもいいんですけど、うん、やっぱまたおそらくどうでもいい情報がいっぱい駆け巡って、はい、革新の情報が日本国民にもたらされないという危険性がありますね。はい、ただし、ええ 1>, えっと1日前でしたかね、あの今、ドイツのミュンヘンで、えー、ミュンヘン安全保障会議ってありますよね、はい、これであのペンス副大統領が演説をしているんですけれども、やっぱりここで妥協はないということを言ってるんですよね、過去の過ちを繰り返さず、そしてこの北朝鮮の非核化に関しては、ですね完全かつ検証可能な形まで持っていく、つまりそれまで制裁は緩めないということを副大統領言ってます。で、はい、ですかからなんんねこここトランプさんがこうちょっと おーハードル下げるんじゃないかとかいう憶測もあるけれどあ、えー、まあ私はそんなふうには思っていませんねこの会談で進まなければまだその制裁は続いていくっていう、うん、もちろんそういうことですよねメールもいただいております、えー、夢は森森さん調布市の方ですね、うんえー、米朝首脳会談のキーマンは誰ですか、うん、韓国のムンジェイン大統領が米韓の 間にに入っってて存在感を出すすすすんですかとといいいうふうふままね米朝内ですかねそれはちょ違トランプあのじゃなくてムン・ジェイン大統領は存在感を出したいというふうに願望してるんですけれどもね、はい、アメリカのメディアなんかはこういうふうに言ってますねムン・ジェインさんは北朝鮮の首席報道官。 つまり北朝鮮にスポークスマンとして使われちゃってるんじゃないかというような見方がむしろされてるわけですよね。えーえー、ですからそこはちょっと違うそれからあの存在感を出すというよりもですね今回、その、まあ、前回の米朝首脳会談と変わったことがいくつかありますがそのうちの重要なことは、はい、制裁破りが行われたのではないかこれに、まあ、中国がっていうのは前からねある程度言われてたんだけれども韓国も、はい。 その制裁破りに加担しているのではないかということを国連があのー、言いましたよね。はい、これかなり重いですよ。うん、ですから存在感出すというよりも、うん、いやこの人はどっちの人なんだというふうに。まあアメリカ側も見てるでしょうね。うん、それからこの北朝鮮との関係が、えー、この一年はまあね、その米朝の。トップが直接会うっていう局面に来ましたけれども。ええ その前の前段階からね要するにムン・ジェインさんが大統領になりトランプさんが大統領になってきた中であの本来ですね、まあ、簡単に外に漏れてはいけないような情報が韓国の青瓦台から漏れているというような事態もあったりして、はい、やっぱりトランプ政権側はムン・ジェインさんに対して割合初期の頃からかなりえこの人何なのっていうふうなことを、まあ、あ思っていたと。 いう事態もあるわけですね、はい、ですから、まあ、そういう点でもちょっとこの存在感を出す出すというふうに言ってるのはそう思ってる人たちの願望とムン・ジェインさんの願望であって、ええ、まあ日本のメディアでもそういう声が多いとするならばムン・ジェインさんの代弁者になっていると、うん、つまりムン・ジェイン大統領は北朝鮮の首席報道官と揶揄されているけれどもそのあれですねなんかこうスピーカーに日本のメディア周りがなっちゃってるかもしれませんね。 以上ここだけニューススクープアップでした今朝の放送はこの後ポッドキャスト YouTube でも配信していきます詳しくは番組ホームページをチェックしてください、okay. 時刻は7時52分ですお聞きの放送は日本放送有本香里の OK コージーアップです あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。えー、メールツイッターなどご紹介していきたいと思います。はい、えアダチ区にお住まいの亀ちゃんからいただきました。トランプ大統領が国賓として来るそうですが、そんなに安倍総理と仲がいいんですか？えー、早くも次期大統領候補たくさん出馬されていますが、うん、えー、トランプさんは一気で終わるんでしょうか？ということで今後のトランプさんについてという部分もあるみたいですが、あの国賓として来るというのと仲がいいかどうかはあまり関係ないんですね。さっきも言いましたようにだ、はいたい国 国賓というのは1年に1組ぐらいしかありませんからアメリカだってもう何年かぶりだというふうふに思いますよ国賓としてお越しになるのは、うん、それとねその次期大統領候補民主党たくさん出てて特に女性候補がいろいろ出てるんですよね、はい、でこれは、まあ、あの女性候補出るってことは複数名乗り上げるってのはいいことなんですけれどもやっぱりね実は民主党側もう中間選挙の下院は勝ちましたけれども。も いいまいち混迷してるんですねなんだかこう日本の野党と若干似てなくもないんだけれども、はい、その本当のね政治的な彼らの方向性っていうのが見えなくなっちゃって、うん、なんかこうアンチ・トランプというようなことそれからその、うんまあ、リベラルといえば聞こえはいいんですけれどもなんかこう社会主義によっていってるんじゃないかというようなことがあってそれでトランプさんはこの前の一般教諭演説でも「アメリカは決して 社会主義国にはならないというようなね宣言をしたりしてますねでたくさん候補が乱立して、ええ、でさらにですね、えー、某コーヒーショップの CEO も出るなんて、ねええ、言ってますよねつまり政治的課題がはっきりしないまま何人も候補が出れば逆にトランプさんに利する結果になるかもしれないああ一貫した何かが見つからないっていうことになるとその可能性は高くなってくるてそうですね割れますからねはい えー、もう一つ、メールご紹介したいと思います。えー、相模原市にお住まいのキジバト正さんです。えー、ぬすっとたけたけしいなんて言葉、韓国にもあるんですかね。この議長さん、<laughs> 何か不祥事が発覚しそうで、国民の目をそらしているんじゃないのかなとう、うん。まあ、そういう、あの、可能性もありますよね。はい。えー、大体、あの、反日を使いますからね。うん。 都合が悪くなるとねそれからやっぱり韓国もあの今の文在寅政権はですねそれこそ日本でもちょっと話題になったけれどもあの最低賃金ね、ええ、これを、まあ、あの全部その決めてしまったりとかっていうようなことをやってですね 経済ものすごく悪くなってるんですよだからやっぱりあの経済がダメなんですよねでほらあの韓国でもね新卒者の就職は厳しくて、えー、みんな日本に来るなんていう話もありますね、はい、ですからそういうところからそらそうというのはあると思いますね反日ではいえー、たくさんのオピニオンありがとうございましたありがとうございました 有本香里の OK コージーアップそろそろお別れの時間ですまず当選者の発表です番組オリジナルコージーアップのネックストラップ3人の方にプレゼントです阿鼻子市の松下大樹さん座間市の井上恵美子さん四つ海同士の大根高雄さんご当選ですおめでとうございます 明日水曜日のスペシャルパーソナリティは経済学者の飯田康之さんです。今朝のスペシャルパーソナリティは有本香里さんでした。ありがとうございました。感想いただいています。えー、大田区の豆腐屋源さんから、この時間帯で女性二人の番組って珍しいですよね。新鮮でとってもいいです。えーありがとうございます。月一での放送も検討してください。ただですね、皆さんわからないかもしれませんけど。新業さんのお仕事量が多分何倍にもなってます、ね。<laughs> ちょっと、はい、ちょっとバタバタしちゃって。点が大きい,と思います。失礼いたしました。はいはい、私は いいんですが、またぜひお願いします。はいはい、そしてですね、あの有本さんのマイクネームに関するメールがたくさんありま来ましてツイッターではですね、え姉さん、姉子がいい。<laughs> それってお辞儀に対応するものなのかな <laughs> <laughs> えメールではですね、えお嬢、有り、香凛 <laughs>、姉上、はい有り、有もっちゃん、有、え、り、ー、 いかがでしょうかというふうにたくさんいただきましたねまあまあたくさん寄せてくださってありがとうございますまあ何でも私は構いませんのであの適当に皆さんでちょっと選んでいただくいですいそですかそれまだ適当になてっちゃいけないんですけど皆様が呼びやすいものでそうですねあの須田さんはおじきで長谷川幸宏さんがハッシーで高橋陽一さんがようちゃんでときまして有本さんは何になるのかというのが たくさんのメール、ツイッター、いただきました。本当にありがとうございました。したえっと、来週から、あの飯田浩司アナウンサー戻ってくるんですけれども、はい、また、あの。飯田浩司アナウンサーいなくなった時は、よろしくお願いします。すねはい、<laughs> さあ、この時間のお相手は。有本香織と。新玄一いでした。この後、はハッピーでお楽しみください。